警視庁などによりますと、きょう午後2時ごろ、足立区中央本町の日光街道で、軽自動車が信号で停車していたところ、後ろから走ってきた路線バスが追突しました。この事故で、バスの乗客の女性7人と、軽自動車に乗っていた2人の合わせて9人がけがをしました。いずれも命に別状はありませんが、バスの乗客1人は骨折の疑いがあるということです。路線バスは足立区が運営するコミュニティバスで、当時乗客はけがをした7人だけだったということです。バスの運転手の男性にけがはありませんでした。現場は見通しの良い直線道路で、警視庁は詳しい事故の状況を調べています。